はい、おはようございます皆さん。はい、団塊ジュニアナウ、林啓司でございます。はい、でね、今回ね、一応重大発表ということなんですが、サムネにはねそんなような感じで、やってたと思います。はい、まだ作ってませんが、はい、まあね、これみんなね。見える方がいるか、一応林啓司っていうこのね、私チャンネル2つメインでねやってまして、1つが、このね昭和チャンネル団塊ジュニアナウ、でもう1つがね、浅川君とね、やってる独身ナウっていうチャンネルがあって、まあ多分ね独身ナウはね結構もう何年だ2年以上やってるのかな、全然やってるね。で一応ね2つチャンネルやってて、あっちの方はもうね結構かなり登録者数も多くすごいんですわね。で今ねこっちのねやっぱりここ最近のね、YouTube の規制とかもね、あそうこの間ねごめんねおとついにね過去のねちょっと懐かしいテレビドラマみたいな、動画をね編集してあげたっていう回があったんだけど。見事にね、Google さんにね、ブロックされてしまいましたのでね、ちょっとね、あんまりああいう映像はよろしくないのかなということでございました。申し訳ございません。はい。で、それは、あれとして、で、今ね、団塊ジュニアナウと、独身ナウっていうね、2つのチャンネルをやってますが、で、これね、今ね、やっぱ俺もね、今、この、チャンネル登録数だね。一応ね浅川君とねいろいろ話したわけよ。でまあ俺の中ではまあちょっとね一応結構本当に見てくださってる方も最近増えてきてるしなんだけど、まあ今結構ねほんと大変なんだよねチャンネル登録増やすのがね。これ1年前だったらちょっともうちょっとね違ったかもしれないんだけどね。で一応うちら、団塊ジュニアナウこれはね1000人登録を目指して、頑張ってるっていう。とりあえず団塊ジュニアナウが1000人登録者数いかないと独身ナウはやりません。休止中です。はい、休止します、それをね一応宣言ということですね。でそのねまた細かい概要とかも独身ナウの方で撮ったんで、また浅川君が、今日か明日かまた独身ナウの方で流すと思うので、ちょっとねこの団塊ジュニアナウねの方のチャンネル登録が1000人、それを超えた暁にはまた独身ナウも復活して、あと皆さんとねこれでね、オフ会とかもやれたらいいなとも思ってますしね、また新たな次のステージに行こうかなと思ってるわけですよ。だから独身ナウは1万登録者を目指し、団塊ジュニアナウはとりあえず1000を目指すっていうことを、お互い浅川君と決めたわけですわこれね。なので、これ多分ね団塊ジュニアナウを見てて独身ナウ知らない方結構いると思う。あと独身ナウ見てて団塊ジュニアナウを知らない方も結構いると思う。あとうちらの世代の上の人たちは多分チャンネルの登録の仕方とかも知らなかったりとか、やっぱ SNS に弱い部分もあったりもするんで、もちろんボリュームはあるんだよね。人数が多くてそれでもすごいねやりがいっていうかさ、今後ももっともっとね需要が増えるそういう世代でもあると思うので、もっともっといろいろ知ってもらおうかなっていうのもありますし、ちょっとね団塊ジュニアナウ中心にこれから動いていこうかなと、決意したわけですわ。なので、独身ナウはね俺独身なんだけど、もうあいつと動画ね300本ぐらい撮ってきとるわけよ独身ナウで。ちょっと俺の中でもねもうちょっと独身ネタがねちょっとねちょっと今独身ネタがちょっともう俺の中でね毎回同じようなことばっかり言っとるもんで。マッチングアプリ大学の調査によると、でもその知らへんしさ俺も、でまた俺がそのなんか俺も独身なんだからみんなさそんなも気にすんなみたいな感じのね、動画結構ね上げちゃったりもしてて、ちょっとね、ちょっとマンネリ化してきてるっていう部分もねちょっとあってね、ちょっと独身とはちょっと離れる、まあ離れるってわけじゃないんだけどね、まあ、ちょっと目標を変えてとりあえず団塊事業に集中しようと。で1000人登録いったらまた独身なう復活ということでですね、またやらせていただきたいと思いますのでね、今後ともどもね、団塊人が合う、まずそうだね、団塊人が合う登録者数1000人、ちょっとね皆さんのその辺のご協力なりねあったら嬉しいなと。まあね、独身なう見てる方がねちょっとでもね団塊人が合うの方も見てくれたらどうかなとかさ、また逆にね、団塊人やなを見てる方が独身なを見たらどうなのかなっていう、そういう意見とかさ、そういった流れもね、いいかなと思うので、団塊人やなをどんどん盛り上がってってね、このうちらの世代にね、ちょっと元気つけて、活気づけようと思っておりますので、今後ともね、団塊人やなう、独身なうともどもよろしくお願いしますということです。なので、ちょっとしばらくね、独身なうは、チャンネル登録、団塊人やなう。もうさっきから団塊人やなうと独身なうぐわーってとるから、どっちかなんだか分からなくなってるでしょ。これね、これが団塊人やなうね。で、独身なうっていうのはね、基本、まあ動画もね、たまにあったりするけど、ほとんど音声コンテンツ。朝香くんと俺で、ラジオトークみたいな掛け合いのチャンネルだもんで、まあそれもね、まだリンクとかも貼っとくんで、それを見ていただけたらなと思いますので、今後とも団塊人やなう。そして独身なうの方をよろしくお願いいたしますということです。はい、皆さん、いってらっしゃい。いやー、今日も団塊人やなう終わったで。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ。頼むわ。